やりげがありませんや。仕事のような気がしねえでガーサ。そうだろう。ほら、親方の気鋭とがんで力いっぺい石をじゃかごに畳み込んだあの頃が一番よかったね。この川で生まれてこの川で育ったんだからな。岡山千葉ってのはつれえもんだで。ああ、この堤防がよ、まだコンクリートになんねえ分、あの館七艘の持ち船で70人の古軍の先頭を切って川市の赤座といや泣くも黙ったもんださ。あ命を感じるかい。なんでモンチ何やってました？寝てましたか？まだ伊野はまだ帰ってなかったですか？
今日休みもらえたの？ええ。後であんたんとこの店行くから。どうしたの？お姉さんが帰ってきてんだよ。お姉ちゃんが？いつ？四五日前。どうしたのかしら。太一、おばさんこんにちは。こんなとこで何やってんだよ、みっともない。消しとくれ。さんちゃんも男なんかからかうと姉さんの二の舞だって言われるからね、気ぃつけた方がいいよ。こんにちは、おじさん。はい、こんにちは。太一もさっさとやっちまいな。うちへ帰って聞けばわかるからね。さんちゃん。あ、こんにちは。休みか、今日は。ええ。犬に会ったらそれ言っといてくれ。兄ちゃん、仕事に行ってないんですか？掴むと消えちまうからな。しょうがねえ。犬にどうしても掘らして注文があるからってな。すいません、そう言っときます。頼むよ。ええ。あの妹が看護婦になる学費だってさ、あの姉が男絞った金だったんだよ。奉公先追い出されてきてみんなの物笑いになってさ。まあ、とにかく恥をさらして帰ってきたおもんの妹と、よりによっておめえが二の舞やらかしたら困るぜ。まったく。そんなことやったら私は店閉まって首くくるよ。大一だっていくらなんでもそんなことは心得てるわな、そりゃな。あんな神妙そうなふりしてたって姉の目つきそっくりだよ。よく見てごらん。おふくろが仮眠してた女だからね。娘も口と手が達者なんだよ。あ、おいで。こんにちは。暑かったろ。今氷かいてあげるから。お店どう？まだお客は大したことないけど、売り上げがぐそっとなくなるんで嫌になっちゃうんだよ。まあ、この間もおまんじゅう6つなくなったよ。近所の子？それが今とお父っつぁんらしいんだよ。からとじゃないの、兄ちゃんも。おまんじゅうはお父っつぁん。まあ、昔の連中に会うとさあ持ってきなってくれてやるらしいんだよ。売り上げはいいのだよ。身内にやられるんじゃ獅子心中の虫だよ。何や節の文句じゃないけど。お父っつぁんどうしてる？相変わらず大きなこと言ってなさるだけでね。お姉ちゃん帰ってきてんの？うん。休み？暇取ったんだよ。自分から？うん。何かあったの、お寺で？お寺でなんか別に。うどん屋のおばさんが変なこと言うから私。なんて？男からかって姉さんの二の舞になるなとかなんとか。男からかうとは何だ？嘘なの？
姉ちゃんが男をからかうと思うのかい。さあお上がり。時子ばあさんは近頃血の道が高じたって噂だから、そういうデタラメが脳天から出てくるんだよ。ねえ、これかけるとさっぱりしておいしいよ。ええ、これ派手だろ。もらったのよ、おふる。お姉ちゃんの。うん、私お土産あるのよ。はい、何だい。あ、竹針じゃないの。夏はこれに限るよ。本店の丸向けだね。いい色だね、花尾が。こんな高いもの。去年から竹針が欲しいっておっかさん言ってたでしょ。すまないね、せっかく働いたお金で。お前、お店番しててくれる。ええ。種がなくなったから仕入れてこなくちゃ。ずいぶん真っ黒なの出して。兄ちゃん姉ちゃん、お前と三人が乗ったんだからね。お客さん来やしまいと思うけど、頼むよ。ひなさん、ちょっと寄ってかない。いやいや、真っ暗真っ暗。ねえ、話があんのよ。できたんじゃない、どっかに。うるせえな。お父ちゃん、やってみるか。バカ野郎。ピル。いや、当たるすんね。おっかいはお前のしょったらが見てると、ヘドが出るよ。何？もんの野郎のプラ見たくねえんだよ。クソ、三宅野郎にベタついてもういっぺんよだれ垂らしてる夢でも見てやるんだろう。その面つきでイチャつきやがったと思うとへどもんだよ。あげくによ、餌の上せり出して蹴ってきやがって、あそこがいてここがいてお宅並べやがって、芋虫みたいにゴロついて人の笑い物になってりゃ世話ねえよ。わけのわからねえもん引き出す前によ、なんとか利口に片付けた方がいいぜ。ガキの夜泣きなんざ甘っぴらだよ。
相手の野郎はな、てめえなんぞよりは十倍型リコート来てるから、しゃぶっちまったら用のない女ってんでっぽいだ。国のところも教えねえで、うんともすんとも言ってこねえ白状野郎をかばって愛しがれやがってよ、こっちは。まったく惚れやがったんだか抜けやがったんだか、こうすんのに甘っちょだよ。今に腹ん中のガキがどんどん太りやがってよ、次乗ってポンと飛び出たいにゃ、世間じゃ誰も相手にしてくれるものはなしさね。早くガキ連れて東京のど真ん中でも行ってよ、どっかでゲルみたいに潰れちまえ。そうにでもしなきゃ収まる代物じゃねえやってめえなんだ。ちゃんがそういうことになって帰ってきたから私と口聞いちゃいけないっていうの。うん、あのばあさん家付きだろ。お父さんだって土地の模範生だったのを見込まれてきた人間だし、二人とも働く以外何にも分からしないんだよ。とにかく愛情っていう言葉だけで二人ともセンブリ飲んだような顔するし、恋愛なんて言ったら若いものどっかさらわれるような気がするんだね。自分の息子をさ、戦争で捕らえて、また養子を女に捕らえちゃ大変だっていうふうに思って騒ぐんだよ。あんたのお姉さんのことだけで言ってるわけでもないさ。とにかく、あんたの泥さえしっかりしてりゃ、怖いもんなんか絶対ないよ。そうだろ？自分家帰るわけにはいかないの？だって兄弟が7人もいるしね。それに親戚同士気まずくなると。みんな古いのね。お姉ちゃんだって自分のことですもの、人にそう言われる必要ないわ。田舎だからね。川の向こうはすぐ東京じゃないの。さんちゃんみたいに途中出たものはそう思うだろうけど、まだ銀座も東京駅も知らないものはたくさんいるんだよ。東京行けば何したって生きてかれるわ。近いじゃないの。すぐあそこじゃないの。気にしやしねえ。ねえ、おやだ。正月にさ、
60〜70人が親方のところの庭にずらっと並んで年賀のお年をいただいた。豪勢なもんでしたね。ね、祭りの気分だって親方がいつもね、トップだった。何？今年だってするぜ。ああ、そういうことはしみったれるの丁寧だから。リハス。親方、やっぱりあんた頼もしいや。ねえ、親方。7つの時から空で育って15で一人前の石追いになってよ、20歳で一本立ちになるまでにゃ、じゃかごの竹のささくれでわしを血だらけにして育ってきたこちとらで、目玉の中まで仕上げして伊達に川水に睨んできたんじゃありゃせや。うん、そうですね。ねえ、梅雨時の腰の強い雑炊が毎日続いたって、赤座親分のじゃかごとや、詰める石の見張りが効いて、伝統最後まで、母さごに持ちこたえていたもんだい。それが近頃あれ？何でもコンクリで固めきめやって。そうなんですよ。おじさん、下げ。はい。さあ、飲みな。ここだけは帳面が引っ張る。遠慮するなよ。なあ、この家離れて、おら、行けるそらねえからな。なんとしても、ここはよがれ。そう思ってるんだ。そうですと、親方にこちとらみてえの砂利上げの真似はさせられませんや。おい、もう一杯。はい。あら、何してんの？ねえ、どうしたの？ねえ、参謀が来てんだよ。いやかましいな。うっちゃっとけよ。自分の始末もできねえなやつ。そんなこと言ったってお前。おふくろはだらしがねえから、娘までこんなざまして帰ってきやがんで。どこ行くんだよ。どこへでも勝手に行けばいいんだよ。いいの。お前は言い過ぎだよ。こんなろくでもないやつ産んどいて大きな口聞くね。お前こそ仕事もしないで。物事には怒っていい時と悪い時とあるんだよ。今門をと捕まえて怒る時じゃないんだもの。怒ってよかったらお父さんに怒ってもらえばいいんだよ。お父さんだってもう黙っていなさるんだもの。みんなも黙って静かにしてやらなきゃいけないんじゃないか。いいのよ、私がいるとみんなに迷惑をかけますから。ああ、そうだよ。参謀だってもうまともに嫁には行かれなくなっちまったよ。兄ちゃん、お姉ちゃんは私のために働きに出てくれたんじゃないの。私に勉強させてくれるって。なんだ、子供は黙っとろい。もうお待ち、構わないで。日が暮れたら出るつもりだったんです。だってお前、子供はどうするつもりなの。お姉ちゃん、病院の人に紹介頼んでみるから。よして、私は犬や猫じゃないのよ。弱って帰ってきた私を捨て猫か何かみたい。暇さえあれば汚いものの使いして。もうたくさんだわ。兄さん、私が兄さんに食べさせてもらってんじゃ。
てないのよ。何？もういいよ、頼むから。自分の子ですもの、自分で育てるわよ。生きてんのよ、生きてんのよ。男なんかに分かりゃしないわ。誰が殺すもんですか。おっかさんたちにももう一切心配かけないわ。お父っつぁんだって、お父っつぁんだって、お前はお前で肩をつけろ、そんな娘の面は見るのも嫌だって言った。今さら兄さんに兄貴面をされたって、頭痛がするだけで何にも答えないわよ。私の傷がついた体は私がいいようにするわ。もう一切何も人に言われることはないわ。もう、さんちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。ありがとうございました。こんにちは。あ、おいで。いい匂い。お前の送ってくれたお金でこの鍋買わせてもらったよ。あれっぽっちで？ちょっと足したけど、さんちゃんが来るまでに始めていたいと思ってね。あ、お姉ちゃんから便りあった？お正月ちょっと来たっきり。なんかあげようか。おいしいよ。うん。何にする？ごめんください。いらっしゃい。ちょっとお伺いしますが、赤座さんの。赤座の店はここですが。僕、小畑ですが。おもんさんは？はあ。
実は僕、おもんさんのことでお話したいと思って伺ったんですが。もんは今、東京に出ておりますが、じゃあうちの方行っていただいて。は。うちの方へお連れして、私お父っつぁん呼んでくるからね。どうぞ。ミカちゃん、お店頼むよ。あとでお立ちあげるからね。失礼ですが、妹さんですか。あの人が。何？学生が来ましたよ。もんちの？だから手荒なことはしないでね。きっと子供の始末つけに来たんでしょ。いると思って。すれた男に見えるか。いいえ、まるで坊ちゃんです。どうぞお入りになって。はっ。さんちゃん、お前、お店番しといてくれ。うん、さあ、お上がりになって。そこじゃ話ができませんから、どうぞ。用件を手っ取り早く言っていただきましょう。は、まだご挨拶もいたしませんで。僕、小畑です。今まで放っておいて来られた義理じゃないんですが、国の父から禁足同様に監視されて抜け出す隙がなかったものですから、どうもとんだご迷惑をおかけしてしまって。
実は今日お伺いしましたのは、いろいろ費用の点や何か負担させていただこうと思いまして。気にかけてたんですが、始末は無事にしていただけたんでしょうか。あんた、自分が安心したくて来たんですかい？自分だけさっぱりすればいいと思ってやってきたのかね？いえ。始末の費用でも払ってやらいいってんですかい？いえ。僕にできることなら。子供は流産でしたよ。もうあれから、破れかぶれでさ。今、おもんさんはどこにいるんでしょうか。一度会って僕も謝っておきたいし、このままじゃ辛いんです。さあね、一旦は連れ戻したが、今度はもう親にも所番地を知らせねえくらいだから。おばさん、これお姉ちゃんが空腹さんに言って。そう、ご苦労さん。もう今さら詫び事を聞くためにお前さんに会いたくもなかろうから、このまま引き取ってもらいましょう。おばさん、もうこんな罪作りはやめた方がいいぜ。今度はお前さんの勝ちだったがね。いつもあんな人でして、口下手で。ご飯でも上がってっていただくといいんですが。いえ。じゃあ、お母さん。どうも、お邪魔しました。そうですか。では、もし門が帰ってきましたら、あなたのお尋ねくださったこと、そう言っときます。は。ところが分かりましたら聞いておいてください。それから、これはほんの少しなんですが、どうか。なんでございますか。いえ、少しで恥ずかしいんですが。え、そんなことしていただいちゃ。いや、お小遣いにでもどうか。いけません、そりゃ。お願いです。どうかこれだけは受け取ってください。本当に少しで何の足しにもならないでしょうが、せめて僕の気持ちだけは汲んで、どうか収めてください。お願いです。じゃあ、どうも。ちょっとお待ちになって。この花は何て言うんですか。下告げです。お、綺麗な花ですね。こんなもの上がれるかどうですか。どうもすいません、いただいてきます。
いくつですか？あ、24になったところです。じゃあ、門とは一つ違いで。え？これ、僕の住所です。お門さんに渡してください。来たら渡します。あの子も時々変わって歩くらしいんで、また来るからいいなんてそういったまま知らせもしないんですよ。じゃあもしお会いになったら。はい。ちょっと、俺は門の兄だ。あんたに話したいことがあるんだ。そこまで来ておくんなさい。その後門に会いましたか？いえ、会いません。ふん、会わねえまんまですかい。おめえさん、妹をおもちゃにしといて俺たち一家を散々な目に遭わしたが、それでよく家に来られたもんだな。もうはね、俺は子供の時抱いて一緒に寝たり、毎晩夜中に小便に起こして土間が暗いからついてってやったもんだ。もんちゃんまるっきり赤ん坊の自分からいつも俺がおんぶしてよ、しまいには門の子守りをしないと遊びに出る気がしなかったんだ。門の17ぐらいの時まで俺は門の顔を見ない日は一日経ってなかったんだよ。門と飯食わねえ日は一日もなかったんだ。門と俺はまるで兄弟よりかもっと仲が良かったんだ。てめえの子を腹の中に持って帰ってきやがった時には、俺は門をいじめてしまいには犬畜生みたいに汚がってやったんだ。みんな俺を憎んで門につくようになったよ。俺はそれでいいと思ってたんだ。出なかったら門はみんなから邪魔者にされて生きていけねえだろうと思ったんだ。てめえはいつかきっと訪ねてくると俺は見抜いてたからな。その時にはてめえに俺とモンチがそんなにも仲のいい兄弟だってことを知らせてやりたかったんで。てめえはただの小説っ子だから、やるだけのことをやっちまったら妊婦不正の娘なんぞに用はねえだろ。
うちは島になんでもねえだろ。だがそうはうまくうちの親父みてえにきれいにてめえを返してやることはできねえんだ。てめえはただ謝りに来ただけだ。謝るよりほか僕としてはもうあのまま撃ち落とくつもりか。あったら二人で何とか相談するつもりです。一緒になる気か。そうなるかもしれません。さあ付き合え。そんな乱暴しなくたって口で言えば。何てめえみたいなやつはどんな色目やったって効き目がねえぐらい分かってるんだよ。もんのこと考えたらこれぐらいのことは我慢しろ。もう昔のもんじゃねえんだぞ。てめえみたいな野郎と一緒になろうなんて考えてみねえんだ。あいつはあんな自堕落な女になっちまったが心は前よりしっかりしてるんだ。てめえが口説きようとした気娘らしいものはどこを探したってもんねえんだよ。もんはそんな娘らしいものはもうすっかりなくしてるんだ。てめえがみんなそうさせたんだ。てめえさえ手出しなかったらもうあんな女になりやしなかったね。二度ともっくるだ。あいつをまた泣かしたり騙したりおもちゃにしねってことを約束しろ。僕は悪いんです。何と言われても仕方がないんです。俺は門の兄なんだ。おめえも妹を持ってたら俺のしたことぐらいは分かるはずだ。いや、けれどもじゃあ。バスはこの先を左へ行くんだぜ。あ、一緒に東京で働こう。グズグズしてると俺も抜け出さなくなっちまう。引き主出るまで勝手に決められちゃってこんなことしたらもう俺は身動きできなくなってしまう。急にそんなこと言ったってねえ、このまま行っちまおう。何したって食っていけるよ。だって東京行ってから考えよう。ここにいたら君と一緒になんか到底なれっこない。俺は何もかも捨てるよ。でもサンちゃん、いつか何て言った。東京行けばだって黙って行っちゃうわけには。じゃあ川町の停留所で待ってるから後からすぐ来てね。いいね。じゃあ待ってるよ。いいね。佐伯さん、
まなかったね。お腹空いたろ。何か食べたかい？誰か来た？ううん。今日はゆっくりしてからやるの？そうね。どうかしたの？ううん。小畑さんって人ね。何しに来たの？謝って言ったよ。ただそれだけ？とても恐縮して気の毒なくらい。うち行ってるかい？ねえおっかさん、今日私早く帰らなくちゃ。あら、そんなに忙しいの？ええ、ちょっとおっかさんの顔見に来ただけなのよ。そうかい、叱られてもいけないからね。じゃあまたゆっくり。気をつけてね。さよなら。さよなら。駅まで2枚。はい。ありがとうございました。今頃うちじゃ大騒ぎしてるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。知ってる人？ええ、誰かに見られるといけないからあっちで待ってて。切符は？私買ってくるわ。電車まだ？なんだい、どうしたの？太一さん、私やっぱり一人で帰るわ。どうしてそんなこと言うの？ねえ、怒らないでね。こんなことして東京行ったってすぐ明日から目的も何もないんですもん。宿屋に行ったってどうせ幾日いられるもんでもないし、捜索願いで捕まって
騒ぎを大きくするだけじゃないかと思うのよ。今になって何言い出すんだよ。とにかく行こう。ねえ、お願い、もっとよく考えて。やだよそんな。ねえ、私たちさえしっかりしてればきっとその事件が来るわ。そんなことぐらい切り抜けられるわ。まだ私たちこんなことをする時じゃないわ。早いわ。まだ何もできやしないんですもん。もっとお互いが自信が持てるようになるまで。俺と一緒に行くのが嫌になったの？わからないの？私の言ってることが。ねえ、考えて。考えてあげくじゃないか。とにかく行こう。いや、あんたはただ逃げ出せばいいって言うけど、大勢の前だって、なぜみんなの前で俺は嫌だって一言言えないのよ。言ったって始まらないよ。育児なし、育児なしよ。サンちゃん、私が本当に好きだったら帰ってみんなにそう言って。他の娘は断ります。サンがいけないなら養子の縁を切ってください。そのくらいの勇気がないなら男じゃないわ。行くわ。私サンちゃん。行けない、来ちゃいけないわ。サンちゃん。ありがとうございました。こんにちは。へえ、こんにちは。
ちは。なんだ、さんちゃん。変な道から来たわね。ええ。お店やったの？うん。おっかさんいた？お父っつぁんが寝てたよ。お父っつぁんが店番？さんちゃんにも随分会わなかったね。ええ。痩せたね、少し。顔は長くなった。私？うん。そう？大人になったんだよ。やだよ、照れたり。二人とも来てくれるだろうと思ってさ、昨夜から小豆をつけて支度してたんだよ。そう、サンちゃんまで来なかったんだって。そうなんだよ。へえ、この親孝行が。産婆のお免状取るんで、お休みでも勉強しなきゃいけないって言ってきたからさ、うん、それも結構だと思ってさ。まあ、しっかりやってちょうだい。暑い。暑かったろ。お姉ちゃんどこで会ったの？そこで。うん。ちょっと、うどん屋にお嫁さんが来たわね。さっきちらっと見たけど。それがね、一山の時期だっていうね、みんな合わせを着てさ、秋まで待たずに。慌てもんだからね、あのばあさん。お嫁さんなんか口綿だよ。時子ばあさんも、二枚重ねを着てさ、帯の下が汗もだらけだ。風呂へ入ると一月ぐらいやめたとさ。つまんない話が伝わんのね、相変わらず。そうなんだよ。あ、この前小畑って人来たよ。小畑？へえ、いつ？さあ、もう三月になるかね。ねえ、さんちゃん。ええ、何しに来たの？一体。これ住所だって。へえ。謝り方々来たって。お父っつぁん会ったの？うん。なんて言ってた？お父っつぁん、うん、別に普通に話してた。割と穏やかに。お父っつぁんとしたら珍しいくらい。小畑さん、小畑さんってさん付けでね。今にてめえなんて言い出しゃしないかと思って、随分ヒヤヒヤしたんだけど、紳士的に優しく話してましたよ。どう？悪かったわね。あの人もう来なくてもよかったのに。伊賀美さんと会わなかった？うん、会わなかった。ああ、よかった。うるさいからね。何だすか、分かりゃしないの。ちょうどいなかったよ。ちょっといい男じゃない？お母さん。何が？あの人さ、バカ臭い。
子供まで背負い込ました男まで褒めるなんていい加減にするがいい。たくさんだよ。もうおっかさん、これお土産かい。私のもあんだよ。これ何だい。浴衣よ。あ、サンタンもあるよ。サンちゃん洋服の方がいいんだろ。ただ、それ私にも、うん、はい。こんなにめいめいにしなくてもいいのに。あ、お茶入れてなかったね。うん、水はいいわ。おっかさん、うちの井戸水天下一品だから。どこ行ったってこんなうまい水ないわ。そうかい、水ならいくらでもあるよ。お前、お母さんの古い浴衣があるから着替えたら。ええ、それワンピースがかわいいね。かわいいなんて。あら、何が。だって私も子供っぽいなりなんか。へえ、男でもできたのかい。まあお姉ちゃんみたいにそうずけずけ、そんな男の人のことばかり考えてられないわ。勉強もあるし、結婚が人生の目的じゃないんですもの。ひやひや。だって生きるってことが第一でしょ。生きる、うん、深刻だね。とにかく姉ちゃんの経験では、男なんてみんな汚いもんさ。姉ちゃんみたいなすれっからしになると、こっちから男を喜ばしてやってお腹の中で面白がってるぐらいの芸とはやるけどさ、それを教えたのは男だからね。みんな今度は本物だって何度そう思ったか知れないけど、みんな同じ。しまいには警戒する根気もなくなっちゃうもんでね。ねえお姉ちゃん、おばたっていう人どこがよかったの。あら、ご挨拶だわね。私もっといい人だってきっといると思うわ。そうね、そりゃいるだろうさ。世の中って広いんですもん。そりゃ様子のいいのもいたけど、いい男すぎるのもキザだしね。気前がよくってもガサガサしてたり、どこもかしこもちょうどいいってのはあの男だけよ。だけど今おばたが来たって一緒になんかなってやらないわ。好きなのは考えてる時だけ。今あったって私にはもう生ぬるい男になってるもん。はい、冷たいよ。スイカが冷えてるから切ってあげるからね。ご精が出るな。怠け者の節句働きでね。まあ、お稼ぎなさい。そちらこそ、書き入れで。いや、これは。おめえ、飯に行ってきたらどうだ。ねえ、親方。頼む。今日、お伏せなしや、励みやすかね。またか。お姉ちゃん本当に寝ちゃったわ。ほっとしときな、今に覚めるから。青筋あんなに立てて寝足りないんだろ毎日。お前も気をつけてくれよ。何を。いつかさんちゃんを駅で見たって人があるから。あそこもお嫁さんをもらったし、あれであの養子もよかったよ。でも急だったね、決まるのが。
だ、さんちゃんは早いよ。ね。私、もう少ししっかりした人だと思ってたけど。失恋したの？起きてたのかい。未練なんか持つんじゃないよ。相手が欲しきゃ、吐いて捨てるほどいるからね。姉ちゃんが今にいい人を見つけてあげるよ。ねえおっかさん、あの小畑さんって人ね、帰りにバスの中でおまんじゅうパクパクやってるの見ちゃった。うちであげたおまんじゅう、子供みたいだね。こんにちは兄ちゃん。ああ今日も仕事？そんな仕事ねえよ。なんでまた帰ってきやがったのか。こだけ鼻じゃあるめし、ごたごた枕元に並べやって。お昼これでいいだろ。ああ晩にごちそうするからね。もんちゃんもおいで。さっさと帰って泥臭い人足でも相手に騒いだほうがいいぜ。こう見えてもここは片身のうちだからな。うちの中の風には悪くしてもらいたくねえもんだよ。いいの。いくらやっつけたって少年が治るなんてそんな生優しい代物じゃねえんだから。もういいよ。兄ちゃん、お姉ちゃん久しぶりに来たんだから。横から口出すだけバカ見るぞ、こんなやつ。お前これいい柄だろ。もんのお土産だよ。そんなもん欲しきゃ俺はいくらでも買ってやるよ。お前のだよ。バカにするね。汚い金で買ってもらって俺が喜んできてやるべるけ。まともな働きのできねえうちはこのうちに出入りなんかしてもらいたくねえもんで。さあ静かにしてみんなお上がり。お姉ちゃん食べましょう。いいかい。ちょっと中入りだよ。何中入りって。休憩、寄席の中休みに幕を引くだろ。うーん、中入りだから余興は中止だよ。持ってこようか。いらねえよ、うまくもねえ。すんじまったこと、いつまでも。何がすんじまったんだよ。こないだの野郎だって来られた筋じゃねえんだぞ。大体おっかが舐められてるから、息涼しく乗り込んできやんで。お前、会ったの？小畑さんに。ああ、会ったよ。どこで？つけてってやったんだよ、来るところ。それでどうしたの？何をしたの？蹴飛ばしてやったよ。金やねえと思って手出しはしなかったぜ。胸がスッとしたね。ちょっともう一度言ってごらん。半殺しにしてやったさ。バカ野郎！もう正しもしない人を半殺しにした？誰がお前にそんなことをしてくれと頼んだ？なぜそんな卑怯なことをするんだよ！え？一体何の関わりがお前とあの人にあるんだよ。もう私の体を私が勝手にあの人にやったからって、なんでお前がごたくを言う必要があるんだ。何？やめて。誰がお前に半殺しにしてくれと頼んだんだ。卑怯者、畜生。何言ってんの。この狐山。やめて人間の。やめて。出しゃばりだぞ。チキショウ、いいの？やめてくれ。よくないじゃん。やめてくれ。やめてくれ。やめてくれ。絡めるわ、チキショウ。まだあるのか。やめて。
前みたいに小便臭い女を引っ掛けてるやつだ。はばかりながら門は違う女なんだ。お前のご託通りに、いや私は陰梅同様の飲んだくれの堕落女だ。このままじゃ嫁にも行けないヤバズレ女だ。親に所任せられない女の数だ。そうだよ。だからって一度許した男を手出しのできない弱みにつけ込んで半殺しにするようなやつ、兄貴だって誰だって黙って聞いちゃいられないんだ。何？兄ちゃん、もう医者の子ぞ。お前それでも男か？門。門の兄貴ってやつはそんな卑怯な人間だってことをあの男の前にすっかりさらけ出しやがって。脳なし野郎。こいつ。なんてこと言うんだね。近所もあるのに。お母さんは黙ってて。こんな弱い者いじめする兄貴だとは思わなかった。こんな奴に兄貴出されてたまるもんか。まだぶたれ足りねえのか。おう、ぶち上がれ。ぶちたきはさ、もっとぶち上がれ。よしな。よろすけ。女一匹がてめえなんぞのげんこつで気持ちが変わると思うのは大間違いだ。そんなことはガキの昔残った泥臭い田舎にうろついてるお前なんぞに私が何をしてるか分かるもんか。分かるもんか。まだ言えるのか。兄ちゃん、兄ちゃん、最後にしとくれ。どっちもどっちだ。サボちゃん、どうしよう。いい加減にこの家から出てきたね。はまあ大変な女におなりだね。おっかさん心配しなくてもいいのよ。御所だか固い暮らしをして女らしくなったくれ。あれじゃまるで兄さん以上じゃないか。私おっかさんが考えてるほどひどい女になってやしないわ。だけど私もうダメな女よ。あんまり飲むのよしよ。お姉ちゃん行ってきます。うん。
次のバスまで歩くのかね。暑いね。だってもう当分私一生懸命働かなくちゃ。ああこれでまた。今度いつ来るのお姉ちゃん。うん、さあおっかさんたちの顔でも見たくなったら。嫌な兄貴だけどあんな顔でも見たくなる時があるからね。お姉ちゃん元気でね。うん。